ちょっと、帽子、お台屋のヘルメットどこ行った？かぶってる、かぶってる。いや、ちょっとね、やっとマッチングアプリで女の人と会う約束を。俺ポテトどこ行った？なんで気づかないんだ、逆に。あ、でも、彼女からや。なあ、ああ、声おかしくないかな。大丈夫やけど。電話すると声高くなるよ。ああ、まあ大丈夫や。はい、オムライスです。高すぎ。待ち合わせ場所、鍛冶屋、鍛冶屋。オッケーっす。あ、行ってくる。お、頑張れ。売られたな、多分。あんな変な見た目のやつが来たよ。の早いな。なんて言われたな。チリとカセ。お前に俺の気持ちはわかんねえよ。そんなことよりウォーデン行こうや。本当にわかってないや。よし、来た。強くね、こいつ。真面目にやれよ。できるわけないでしょ。チリとカセだぞ、お前。俺聞いたことないわ、そんな振られゼリフ。もうしょうがねえな。もう俺が行くわ、じゃあ。おい、グーグルの力を舐めるなよ。まだ言ってんの。よし。の詰め切るなよ、お前。写真がいけんかったんかな、やっぱ。ハードル上げたんかな。お前のことだからめっちゃ加工して送ったんじゃないの。いや、似てるから行くなと思って。阿部寛の写真の。全然違うやん。